ハンガリー科学アカデミーは、ハンガリーにおける、最高の権威を持つ学会である。ブダペストのドナウ川の土手にある。略称はハンガリー語ではまただが、英語では、はずとなる。1825年、聖チェーニー・シュトバーン伯爵が、自身の1年分の不動産収入を、ポジョニの国会のチクセッションランドソサイティに提供し、他の議員がそれに習って、資金提供したのが始まりである。 その任務は、ハンガリー語の科学関係の語彙を開発し、科学や工学の研究及び電波をハンガリー語で行えるようにすることだった。1845年に現在の名称となった。本部ビルはネオルネサンス様式の建築物で、1865年に完成した。現在、11の部門がある。言語学、文学部門哲学。 歴史学部門数理科学部門農学部門医学部門工学部門科学部門生物学部門経済学法学部門地球科学部門物理学部門ありがとうございます。